はい、どうも、しばりと申します。チミはですね、お休みです。チミはね、多分10月中旬くらいに一緒にまた動画撮れるようになるんじゃないのかな。というわけでね、また一人でお送りしていくんですけども、また本日はですね、一人でやっていくということで、ゲストに来ていただいてます。しぼりさるくんです。よろしくお願いします。と、もう一人、くろちゃんさんに来ていただきます。どうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ何、ちょっと、これ何、すげえ見事、ちょっと、ということで、しぼりくんね、さっき制服というね、乗り物、このセダンのね、あ、ジープのね、これの豪華限定版をゲットする瞬間をライブしてたんですけども、その時にね、ガチャを引いたら、なんとセダン、これ白光の影、神引きできました。いや、ライブ中に神引きしたの初めてなんで、ちょっとね、テンション上がって、このセダンを当てたということは、性能検証やっていきたいと思います。いや、性能検証できるの嬉しいね。ちょっとね、この車かっこいいんでね、白光の影ね、ちょっとじゃあ性能検証していきたいと思います。ルーム作っちゃうよ。でね、ちょっと気になるんだけどさ、この武器をさ、背中に背負った時のさ、このハの字何？前こんなことなかったよね。しかも確かさ、なんかコメント欄とかでこれ直してくださいみたいなのあったけど、これ直さないんだ。ふーん。さあ、というわけで、白光の影、性能検証やっていきたいと思います。さあ、まずは見た目ですが、見た目さ、ちょっとシルバーちょっと渋いよね。で、このちょっと紫の塗装があったりして、このなんかね、この横のこれ、このとんがってるやつ、これはなんかね、あのキーランク上げたりしたらちょっと横にビーンと伸びたりするっぽいっす。後ろもね、かっこいいね。普通にスポーツカーみたいな感じの見た目しております。前からはもう完全にかっこいいの、これね、普通にかっこいい。つだけで乗っていこうか、いくぜ。お、待って、エンジンはまあまあ渋いね。お、エンジンはかなり小さいね。じゃあ行きまーす。お、初速早いね。初速、速っ、加速速っ、最高速に達するまで115ぐらいかな。加速力速かったよ、機関ぐらい、機関並みかな、これ。ちょっと飛ばしてみますね。さあ、何キロ ?125、6、126、速っ。最近のこの場所速すぎるだろ。さあ、カーブ見せてくれ。おお、悪くない、悪くない。おい、結構強いな、これ。ん？強くね？ちょっと給油入れますわ。強いな、これ。さあ、クラクションどうでしょうか、クラクション。クラクションは普通か。そこなんかね、もうちょっと変えてほしいよね。ここでね、クラクションで林原めぐみさんの読みが、とか最高だけどね。ちょっと山道行ってみます。さあ、山道どうですか？浮くか？ちょっと浮くかな？浮くのは浮くか。あー、こすったね。あ、浮くね。浮か、浮くな。山道はそんな強くねえかな。そんなに。でもね、コーナリングね、まあまあいいんですよ。で、しかもなんか、あの、機関とかみたいに、あの、効きすぎないというか、ちょっと重さがあって、でも、寄縮とかみたいな、なんか全然コントロールできない重さではない。なんかちょっとね、感覚マクラーレンっぽいね、コーナリングは。マクラーレンより若干ちょっと重い気がするようなコーナリング、カーブって感じです。ちょっとこの辺がね、この辺がちょっと滑ってくれれば完璧だったけども、まあ、擦るからね、こうやってね。でも、コーナリング全然、まあ、地上だと相当強いね、これ。普通に。地上ではそんなに、全然問題ないし。山道ちょっとね、弱い気がするけど、普通に強いんだな、これ。なんか、マクラーレンまではいかないけど、マクラーレンのような、なんかちょっと安心感のあるコーナリングがあるような感じがする。個人的にね。これ結構強いんじゃない、これ。普通枠で、白光の影の当たり判定の、性能検証やっていきたいと思います。さて、当たり判定の検証なんですけども、まずはタイヤ打ちますわ。タイヤ、待って、普通にかっこいいね。
うん、タイヤパンクあるね。じゃあ横から打っていくよ。まずここはどうですかね。ここはないっしょ。まあここは当たり判定ない。あ、ここはあるんだ。ごめん、リログ癖がごめん。ここ、あ、でもちょっと車高が低いんだよね。なんとなく全体的に当たり判定は若干広いのかな。この辺、まあ、この辺やっぱあるよね。下は、あ、この辺ないんだ。あ、この辺透けるね。この、この三角とかこれあるのかな、これ。これは。あ、ここはないね。これ足透けんのかな。足透けないね。最近のね、これましたね、ここが透けてね、あの結構胴体判定が入ったりするシーンとかも結構あったんで、ここは透けるけど、ダメージはないっていう感じかな。ないね。うん。さあ、横からちょっと頭打ってみます。まあ、これは入るよな、さすがに。胴体は入んなさそうだね。首の上しか出てないもんね。ちょっとなんかこれ、大丈夫これ。気持ち悪い。なんか首長くね？これ。首長いよ、これ。ピースケ？首はどうですか？あ、胴体入った。あ、これ頭入ったね、普通に。キーンっていった。クロちゃん回復して。痛い！胴体はないのかな？この辺どうなの？あ、この辺までギリギリまで打っても結構透けないんで、車の判定があるんで、これは多分頭しか入んないかな。多分頑張っても。まあ、こういう風に当たりどころはこういうとこになれば。あ、でもこの辺も透けないんだ。へえ。結構当たり判定。あ、待って、このオレンジとこれなんだ、これ。これはどうなんだ。あ、ん？マジか。あ、入るわ。透けるんかい。透けるんかい。よし、じゃあ次ちょっと後ろの当たり判定の性能検証やっていきたいと思います。見た感じね、見た感じは当たり判定なさそうよ、この車だと。てかこれで後ろの判定だったらちょっとしんどいよ。というわけで見ていくか。この辺はどうだ。あ、この、あ、下のフレームは透けるね。ただこの辺になるとも当たり判定あると。さあ、後ろからタイヤパンクしますか。あ、するね。さあ、やっぱり後ろからの当たり判定でやっぱ知りたいのは、この頭の判定が透けるかどうかだと思うんで、ちょっとこう検証していくか。この辺当たり判定あるよね。さあ、透けるか。お、あー、あるんだ。透けちゃった、マジか。最近ね、後ろからの当たり判定がある車と、ない車のなんか差がなんかあって、統一してほしいんやけど、普通に。全国統一小学生テストしてほしいんだけど、なかなかね、この辺からだとどうなんだろうな。この辺から、あー、入った、普通に入った、頭。なあ、透けるな、普通に透けるわ。だとしたら、まあ、後ろからの判定だと、まあ、普通に弱いかな。腰打ちでバーってくれた時になんか普通に当たりそう。適当に打ってもなんかキーンって入りそうなイメージではあるね。マジか。ちょっと残念だな、これ。ほら、ここ透けちゃう、ほら。これ透けちゃう。こんな感じで。ここは当たらないけど、ここ透けちゃうね。で、ここ透けちゃうってことは結構車抜きもされやすいかもしれん。車は燃えてるけど、大丈夫来るじゃん。大丈夫じゃないし！ここも透けるのか。あれ、この辺まで透けるな。ん？今、え、待って、あ、胴体入った、今。ん？もう一回行くよ。胴体入るし、ここマジか。ちょっと透けすぎじゃないこれ。スケスケマシーン、スケスケマシーン、スケスケマシーン、もう俺、こっから、この一番下から、この辺りまでつけるね。ちょっと全体通すと、結構当たり判定的には広いというか、透けてる場所が意外と多い。このパターンの車ってね、なんだっけな、確かエヴァのゼーレかなんかが、この車のパターンの確か後ろからの判定なかった気がしたんだけど、この車だと普通に後ろから透けて頭入っちゃうんで、当たり判定的には、まあ、正直そんな強くないかな。って感じかな。え、ちょっと何？さあ、というわけで、白光の影の性能検証終わったんですけども、皆さんやっぱり気になるのは、やっぱり鍵ランク、キーランクだと思いますので、見ていきましょう。テーマからガレージに入りまして、やっぱりボルテックスがありまして、オレンジ、ああ、コラボ順ですね。これコラボ順です。コラボだとやっぱり一番上に来てます。白幕みたいになんかいきなり
キーランク優遇されたりする車出ないのかな。ついでにこの新車、新品ショップがあるので、軽く紹介しておきます。新品ショップと、10チケットなくて、車両チケット2枚、2枚で、ランクアップができます。何が変わるのかなこれ。あ、なんか横のなんか羽みたいなのつくね。光沢が増すというかギラギラ度が増して、まあ、ちょっとオーラをまとるというかな、そんな感じになるのかな。さあ、というわけで最後。ぶちかまして、金枠ぶち抜いて終わろうか。気持ちよく最後に神引きして終わろうか。ねえ、まさか大パンなんかさせんよね。行っちゃいましょう。発言禁止ない。ということは、爆死かこれ。爆死かさあ、止まってくれ。なんかね、爆死にしてもちょっといいの来てほしい。あ、これダメだ、これ。嘘だ。あ、もうくそ。